愛号対戦車自走砲とは、愛号戦車 B 型を改造した愛号 4.7cm 対戦車自走砲であり、第二次世界大戦中、ナチスドイツ軍は数多くの対戦車自走砲を開発したが、その行使となった。開放式の上部構造を後方から撮影。搭載されたチェコスロバキアのシコダ社製 M1938 対戦車砲は、 当時のドイツ軍の主力対戦車砲であるラインメタル車製の3.7センチメートルパック36より優れた装甲貫通力を発揮した。後にいろいろな改造自走砲を手掛けることとなるアルケット車の設計のもとダイムラーベンツ車とビューシンクナグ車により改造部品が製作され1940年5月までに前期生産型130両が シュコダ社での組み立てを終えて、完成、対仏船における最も強力な対戦車火力の一つとして活躍した。さらに対祖船に備えた追加生産分として、クルップ社により新たな改造用部品が製作され、やはりシュコダ社に送られ、1940年12月までに後期生産型70両が完成した。愛号対戦車自走法は、 これ以降の既存の戦車車体を流用した自走砲開発の基準となった先駆者であり、1943年末頃まで第一戦で活躍した愛号体戦車自走砲と呼び得るものは他にも存在している。ボーシンダー、ドイツ駆逐戦車 BR1.7 車両、ポンサーチェガーアイとして開発可能。ありがとうございます。